弦楽六十奏曲第2番と長調作品36は、ヨハネス・ブラームスが1865年に作曲した弦楽六十奏曲。同編成の弦楽六十奏曲第1番作品18と並んで親しまれている。1860年に弦楽六十奏曲第1番を完成させ翌年に出版した後、ブラームスは1862年に、 ハンブルクからウィーンに旅行に出かける。そこで、批評家、エドアルト・ハンスリックをはじめとする多くの人々と信仰を結び、その年からウィーンに定住する。その翌年には、ウィーン・ジング・アカデミーの指揮者に就任した。その後、ジング・アカデミーの指揮者は1864年に辞任するものの、ブラームスはその後もウィーンに留まり作曲活動を続ける。厳格60奏曲。 第2番はこのような最中で作曲された。この曲のスケッチは1855年にまで遡ることができる。この年からブラームスはたびたびクララ・シューマンに宛てた手紙の中でこの曲の一部を披露している。作曲が本格的に行われたのは1864年からのことであり、その年のうちに第三楽章までの作曲を完了した。全曲の作曲は 遅くとも翌年の7月までには完了した。ブラームスは友人のヘルマン・レビに宛てた7月26日、付け手紙の中でこの曲のシデピアノ用の編曲が完了したことを伝えている。出版は右予曲折を経てジムロック社から1866年4月に行われた。この時出版されたのは創付パートップ、シデピアノ用の楽譜であった。初演は 同年10月にアメリカのボストンにてメンデルスゾーン50相談に演奏会にて行われた。ヨーロッパ初演は11月にチューリヒでウィン初演は1867年にそれぞれ行われている。この曲の作曲の際に必ず持ち上がる問題がブラームスのかつての恋人アガーテホンジーボルトとの関係である。ブラームスは デトモルトの宮廷ピアニストを務めていた1858年にゲッティンゲンにて大学教授の娘だったアガーテと知り合い恋愛関係に陥る。彼女は極めて美しい声の持ち主でブラームスは彼女が歌うことを想定した歌曲を作曲している。しかし1859年にアガーテから婚約発棄を伝えられこの恋愛は終わることとなる。前述のように 弦楽六重奏曲、第二番のスケッチは遅くても1855年から始まっている。ブラームスは、この曲のうちにアガーテへの思いを断ち切る決意を秘めた、伝えられている。その根拠として挙げられるのが、第一楽章の第二主題集結部に現れる、バイオリンの音型である。この音形は、イトイロホという音であるが、ドイツ語音名で読み替えると、AGAHE となる。これは、 アガテの名を恩恵化したものだと言われている。また、ブラームス自身がこの曲で最後の恋から解放されたと語ったとも伝えられたということも相まってブラームスの友人で彼の最初の電気作家となったマックス・カルベック以来有名な逸話として伝えられている。しかし冷静に考えるならばこの逸話にはいくつかの疑問点が浮かび上がる。その第一に 果たしてこの音恵は本当にアガーテを音恵化したものなのかという点である。ブラームス自身はこの音恵について何も語ってもいないし、ドキュメントも残していない。ということは、この音恵がアガーテを音恵化したものであるということに対して、反論する証拠がないと同時に、それを裏付ける証拠もないわけである。また、作曲時期についても、この逸話が第一番の作曲時期ならば、 納得できようが、果たして失恋と、第2番の作曲時期との間にこれほどの隔たりがある、ものか、という点が疑問として残る。さらに言うならば、カルベックの記述に対して、ブラームスの作品をあまりにも、私的に解釈しすぎているのでは、という批判が存在するのも事実である。この逸話については、カルベックの記述が、すべての源であるということを合わせるならば、 その信憑性についてはもう少し慎重を期すべきである。バイオリンに、ビオラに、チェロに以下の4楽章からなる。と長長、そナタ形式による。ビオラのさざ波のような音恵に誘われるように、バイオリンに、息の長い第1主題が現れる。この主題は途中で変路の,の音や変歩の音を取るため、と短調のような印象を与える。やがて楽器を加えながら紅葉していき、チェロに、 伸びやかな第二主題が現れる。この第二主題が、バイオリンにより繰り返されたその最後に、決尾として、例の、あがうて音形が登場する。展開部は、さざ波の音形を基盤としながら、主に第一主題を中心に展開していく。この展開がひとしきり終わった後に、緩やかに再現部へと入っていく。途端調、複合三部形式による、主部は、 ハンガリー風の二拍子のスケルツォ。中音域一家がピチカートをする中、バイオリンが憂いを帯びた主題を提示する。トリオでは、都長長の三拍子に変わり、それまでの憂いから解放されたように明るい旋律となる。中間部では、持続音の間に活発なメロディが挟まる。その後、主部が戻ってくる。そして、第一部のコーダをアニマートで処理しこの曲を終わる。保短調。 変奏曲形式による。主題と5つの変奏からなる楽章で、変奏曲作曲家、ブラームスの手法が光る楽章。主題はバイオリンに現れるが、伴奏が2連符と3連符によって、同時進行する形をとっており、かなり複雑なテクスチャーを築いている。ハンス・リックはこの楽章について、主題のない変奏曲と評している。最後は、同主長の補聴調で静かに終わる。 都庁長、ソナタ形式による、9、8拍子のリズムに乗って16分音符の細かいパッセージによって始まる。クレッシェンドして紅葉した後、バイオリンによって静かに第一主題が現れる。この主題を扱いながら、ホルテになると、バイオリンのオブリガートを伴って、チェロに第二主題が現れる。これは、高音で伸びやかに歌われる。展開部は、比較的、短く、 第一主題を断片的に扱いながら転調を繰り返す。やがて再現部に戻るものの、再現部は幾分簡略化されている。コーダは長く、第一主題をもとに気分を高揚させていき華やかに曲を結ぶ。ありがとうございます。